どうもこんにちは、まあ、ネーミンングセンスね、まあ、どんなタイトルをつけるかによって見られたり見られてなかったりとかするのは、まあ、あの最初の、ね、スマホアプリで電子書籍を作った時の背拍子ってやつからヒントを得たところもあるしあとやっぱりねあの気になる言葉ってあるわけですよね人には。ですからそこに、まあ、自分の思いを重ねていくっていうことが、うんまあ、セールスでねすごく大事なことなんじゃないかなと思うわけなんですよね。 まあ、特売とかねキャッチコピーありますけどもねお買い得とかああいった類のもんですよで即価塾ってのはやっぱり短い言葉で、えー、いろんなことを思わせる中でやっぱこう早く稼げるんだろうなと、まあ、そんな方法があればなっていうふうに思ったところ、まあ、即稼ぐっていう言葉がね即化力とか即化塾っていう言葉がま思いついたってことですね <laughs> FX オリガルヒはオリガルヒっていう言葉が新興財閥って意味ですよね ロシアがあのソビエトが崩壊してあの国営化から、ね、民間にこう分解した時に国営企業を非合法な手段で、まあ、買い取ってですね自分の支配下においてそれを経営して一瞬にして金持ちになった人たちのことをロシアでオリガルヒっていうね新興勢力って呼ぶらしいですけどもそのオリガルヒってものが出てきた時に私も FX の軸をやろうというふうに決めたんですよね。 うん、だからまあ FX オリガルヒはどうかなと思って結構ねこのオリガルヒっていうかっこいいですよねやっぱねあの株のスクールとかねいろいろありますけども FX の投資塾とかね、うん、やっぱりネーミングセンスすごく大事で、うん、まあほんとになんかこうのかりやすいとかね、うん、他にも細かい商品作る時に必ずねタイトルつけるんですけども夏講習ってのも結構ねいい響きだと思いますよ。 私あの FX の夏き講習っていうのもやったんですけどもなんか学生みたいで楽しいわけですよね。でちょっと夏き講習本当に高校生が予備校に行くみたいな気持ちで入ってくださってねちゃんと試験休み設けたりとかねなんかプリントを配ったりね PDF で <laughs> 演出もしてましたけどね、うん、なんかそう考えると塾運営とか企業経営って結構楽しいわけですよ。うん、なんかちょっとしたね遊び心をその他にあ滑り込ませることができるっていう。 まあ、あの吉谷さんもいろんなねあの塾のタイトル考えたことがあると思いますけども本当にねタイトルだけでで売れ数って変わるんですよね私もだから塾生さんがいろんなあの自分のコミュニティに塾をつけようとした時に相談に乗ったりするんですけどもやっぱねタイトルむちゃくちゃ大事なんで神経使えますよねでタイトルが決まらないからリリースが遅れたみたいなこともあるぐらいなんで、うん、まあ本当名はタイを表すではないですけども、うん、やっぱね名前のように。 もの物やことも育っていくし名前を付けるとそっちの方向に向かうしって感じじゃないですかいや、えー、いろいろありますねはいちなみにね吉根さんね私ね面白いアプリをね見つけたんですよそれがねこのスマホアプリであのワイプってあるじゃないですかえっ、ー、と動画を見した方がいいかなまあ例えばこういう動画なんですけど見えます これスマホで一発撮影したんですけども、正面が映ってるドライブ画像と、あとインカメラでここにワイプが出てるんですよ。でこれを、こうやって席につけておいてね、撮影ボタンを押すだけであの、ドライブ動画を撮りながら自分の顔も小さく映るみたいな。もちろんこれ撮影中に入れ替えることもできるんですよ。顔の方はでっかくして、インカメラはでっかくして、向こうの 画像をこの右上にちょびっとね、ヒュッとまとめるみたいなこともできてね。これなかなかドライブ動画面白くなりますよ。えっ、ー、とね、アプリの名前がね、ワイプカメラってやつですね。えっ、ー、と、無料で使えてすごく簡単です、うん。カメラと同期させるだけというね。はい。えぇ、ー、最近はね、YouTube にこういうのをアップしてますね。まあ、画像の荒さとかっていう問題があるのかなまだそこら辺は特に気になるような悪い画質ではないと思うんですけどね。 面白いアプリですよこれど、うん「どうも」って言ってますけどねどはいじゃあ一旦ねいってらっしゃい